こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。テンバアカデミーアマゾン輸出サポート、ねえー。日本は仕入れ天国なんで、まあ、オーストラリアに日本の商品を輸出すればね、えー、かなり稼げると。で、必要なスキルは日本に住んでること。ね、まあ、ざっくり言えばそれぐらいなんで、まあ、日本在住の人には、まあ、非常にチャンスだというのが言えます。 まずね、まあ、世界中23カ国、24カ国旅行してますけどね、まあ、ここ最近は、まあ、どこか、ね、アメリカ、あるいはオーストラリアのアマゾン、まあ、販売して儲かる商品を探そうということでね、中国やら、まあ、ヨーロッパやら、アメリカやら、ね、旅行しましたけど、まあ、結果として、やっぱり日本で仕入れた方うが、まあ、全然稼ぎやすいねというのが言えます。 まずね、商品が安いというのが、まあ、何よりなんですけど、まあ、単純にね、単価で考えれば、例えば、まあ、ハサミを買うとかね、えー、何かそういう実用的なものを買ったときに、まあ、中国だったらこれ、日本で100円で売ってるの、20円だよというのがあります。ただし、中国で20円で買える商品はね、 日本の5分の1以下の品質しかない。日本のハサミが、ね、2年使えるとしたら、中国で20円で買ったはさみ、初めから使えない可能性すらあると。まあ、間違っても、ね、1年普通の切れ味で使い通せることはないというような、ね、違いがあります。まあ、そういう、ね、商品の質を考えたら、日本製品が一番コストパフォーマンスがいいなというのが言えます。まあ、日本ほど仕入れに恵まれた国はないと。 インターネットで仕入れ、商品を探す場合ね、え、安く、高性能なパソコンが手に入ると。で、高速で安定したインターネット回線が安く提供されている。まあ、そういうのも含めて、日本は恵まれている。まあ、さらにね、都市部に出ると、百貨店、専門店、激安店、問屋、相手を押せたら、あらゆる店が揃っていると。そしてね、注文した商品がきちんとの検品されて、記述通りに届く。 これはもう世界中、日本でしかありえないですね。で、何でも安くし提供しないと売れないばかりか詐欺師扱いされる。日本の物価は激安であると。でね、日本の物価が激安であるのを支えてるのが、まあいわばサービス残業とかね、えー、その、えー、もう本当に歯車というか、社畜というか、社畜というかね、もう奴隷ですよね。奴隷のように働くというのが言えるんですけど、まあ、最近ね、 えー、このサービス残業っていうのは、忖度によって、とがめないのが大人のルールという、このルールを破るね、えー、人たちがいると。まあ、いい悪いじゃなくて、まあ、今まで、まあ、現実の問題としてね、えー、就業時間だったら働,働く準備ができてると。作業が遅かったらね、えー、他の人が、えー、8時間で終わる作業を自分が12時間かかるんだったら、えー、4時間サービス残業して仕上げるというのがね、まあ、日本の。 暗黙のルールといった感じなんですけど、まあ、最近は、ね、その4時間、ね、ただ働きだった残業代をよこせという人が出てきてね、問題になっていると。いろんな大企業が、ね、残業代不払いとか、ブラック企業だとかいうのでやらせて、やられてます。で、それをね、えーまあ、なんとかしようと。なんとかしようってうのはね、働く人に対して良くするんじゃなくて、まあ、日本が、ねえー、終わらないように、 そのただ働き、ね、サービス残業も合法化しちゃいましょうというので今張り切ってやってるのがね、この働き方改革関連法案というやつで、えーまあ、これが無事通った暁には、まあ、通すでしょうけど、まあ、多分所得最低水準を更新していくことになると思います。まあ、どういうことかというと、一言で言うとね、 今までサービス残業だったのを今度ね、成果報酬という形にして、サービスじゃなくて遅いんだからね、長く働くのは当たり前だろうという形で合法化しちゃうというような形です。まあそうじゃない云々っていうのもね、あるでしょうけど、政治家に誰がお金をね、納めてて、で、政治家は誰のために法案を決めるかっていうのを考えたら、まあこのためだと思わない方はね、めでたすぎるなという感じです。そう考えると、 ね、この今、最低賃金、ね、で働いている人たち、ね、えー、働いている人の、まあ、5人に1人か6人に1人が、ね、年収200万以下なわけですけど、まあ、このラインがもっと増えるってことに多分なるでしょうね。で、さらに、この辺の平均ラインにいる人も、えー、残業代が、ねえー、つかなくなると、つけないのは合法になると言った時には、ね、こっちに起こっていく可能性すら、 高いな、まあ、何らかの能力を持ってなかったら、まあ、ただね、えー、普通にみんなと同じあるいはみんなよりちょっと仕事ができるって人は多分所得どんどん下がっていく一部の人だけこっちに行くという感じになると思います、まあ、そうするとね日本で稼ぐのはますます厳しくなるしかし仕入れ場所として考えるとますます安くて良い商品を仕入れるチャンスが増えると輸入ビジネスで稼ぐスキルを身につければ日本は天国 しかし、日本で働いて稼ごうと思えば、日本は自国というのがね、今後ますます進んでいくと思います。でね、本当に日本ね、あの、物価安いんですよね、実はね。これでランチタイで比べてみると、トンカツ定食、日本ならね、ランチタイムだと1000円で食べられますよね、えー。タイだと倍の2000円と。ね、たまにタイは屋台が安いから物価が安いとかいう、えー、ちょっとピント外れなこと言ってる人いますけど、 まあ今やタイの方が普通のその日本品質のものを買ったら日本の品質と同じものをタイで買ったらタイは日本の倍以上しますまあ例えば100円ショップのえ値付けもねタイのえ100円ショップの値段はタイのダイソーの値段は200円ですでねえー、まあ金膜リリースね物価が安いと思われてるこれ今度ベトナムねハノイの物価日本と対して違いはないとね、えー 30分4000円、60分8000円、ねえー。これがベトナムの、あ、これが日本の値段です、ね。キャンペーンしててね。本当に定価取ったことあるんですかってぐらい安くなってます。ところが、ベトナムは45分2500円、90分5000円、ね。全然、ベトナムって本当に物価安いのって感じですよね、えー。物価安いって言ってますけど、えー、家賃とか比べると、むしろ東京と変わらないから若干高いかもしれないってぐらいです。 日本以外の国には、えー、所得高い人とかね、たくさんいるんで、えー、物価、高い物価のものを買う人もいる、ねえー。高い家賃を払う人もいます。で、シャンパン。ね、これね、シャンパン、大体いいね、えー、どこの国でも、その作ってる国の方が安く買えると。ね、で、輸出すると高くなるってのが常識ですけど、えー、何いしろ輸送費かかるわけですからね。まして、シャンパンなんて重い商品ですから。ところが、 モエーシャンドンね、えー、フランスで買うと通信販売ね、えー、5600円で送料無料になるのは2万円以上買った場合なんで4本買わないと送料無料になりませんところが日本、フランス製のシャンパンであるにもかかわらず4589円ね1本だけでも送料無料で買えると、ね、これ同じものをね、生産国じゃないタイやベトナムで買うと2万円とこれ今まで言ったんだね、全部あの ネットで拾ってきたんじゃなくて、私が現地に行って、えー、自分で食べたものとかね、えー、体験したものとか、えー、あるいは買おうとして見たものです。だからね、えー、非常に日本は物価安いと。でそういう物価が安い、ね、のは大変結構だというふうに考えられるんですけど、ところがどっ,かいどっこい、なぜ物価が安いのかと考えると、賃金が安いから物価が安いんですね。でそうなってくると問題なのは、えー、安い賃金だとね、 ろくに蓄えもできないと。そうするとね、蓄えできないまま、えー、長生きしちゃって、稼げない体で長生きしたらどうなるか。ね、もうかなり悲惨な未来が待ってると。で老後破産というのも今問題になってます。ね、えー、老後暮らしていけるはずだったのに、ねえー、ちょっとしたアクシデントで、えー、わずかな蓄えはすぐに吹っ飛んじゃったと、ね。破産するしかなくて破産してるという人もいます。で、ジム・ロジャース。 ね、世界三大投資家の一人ですけど、えー、金融緩和の行き着く先はハイパーインフレというふうに言ってます。これ、ハイパーインフレってどういうことかっていうと、ハイパーっていうのはね、何百倍、何千万、何千倍に物価が上がることです。で、これ、現実にね、日本でも戦後ありました。ね、だから、蓄えをしてればインフレに弱い。ね、インフレがうまい具合に来なかったとしても、税務署がやってくると。 だからね、蓄えて老後を暮らそうというのは、今の日本、あるいはね、今の世の中だとあまり現実的に役に立つ方法じゃないと。資産は意外に頼りないという実例がね、こういうあの、えー、オランダのチューリップバブルとかでもあります。こういうビットコインなんかでもね、最近、えー、上がったり下がったりしてますけど、まあ、派手に上がるということは、派手に下がることもある。派手に、あるいはね、 派手に上がった頃、本当に上がったほど本当に価値があるのか、冷静になってある日突然暴落するというのがね、今までのバブルの例です。チューリップでね、チューリップの9個1個で絵が描いたと。この時は誰も疑問に思わなかったんですね、ある日までは。そういったわけでね、バブルというのがありますんで、 資産というのはね、作ったつもりでできてなかったかもしれない。あるいはね、えー、バブルで作った資産でなくても、インフレで元の価値に戻ると、えー、全然役に立たないというのがあります。じゃあ、必要な時に必要なだけの金額を稼げるように、えー、自力で稼ぐ力をつけると。どうすればいいか。 旅行、仕入れ先を探したり、あるいはね、えー、いろいろ市場調査なんかで回った、ロンドン、パリ、ポルトガル、リスボン、クレタ島、あるいは中国、ねえー、ベトナムでも、タイでも、どこでも見た光景があります。露天商、物を売ってる人たち、えー、ビーチでもね、観光地でも大体ね、この物を売ってる人たちはいっぱいいます。ここで、今の日本に住んでることに感謝と。 アマゾンがある。US アマゾンしかり、ね、えー、しかも今年、あ、去年か、始まったオーストラリアアマゾン。ね、これオーストラリアアマゾンは、えー、間もなく FBA が始まる予定です。物販はすでにスタートしています。そして、アマゾンが手配した配送会社の品質が非常に良い,いと。これね、海外なのに運んだ後、この、どこも段ボールがへこんでないと。で、しかも2日で届いたそうです。 この品質でオーストラリアで物を売れば高く売れるものはいくらでもある。特に日本から送った商品ならですね。でそんな素敵なアマゾン。まあ、ここに参加するために必要なものなんですけど、まず、アマゾンが認めた国の政府発行の微分証明書。それと、アマゾンが認めた国の銀行口座。あと、アマゾンが認めた国のクレジットカードと。で、このうちね、えー、銀行口座は、なんと日本とか中国とかタイとい インドネシアととかねね商品を供給すする側の国の国銀行口座には対応してないんです、ね、ところが日本の場合、ペイオーニアとワールドファーストというですね、その対応している国の銀行口座を作ってお金を受け取るサービスを利用することが可能です。でね先ほど言ったように日本製品は安いんで日本製品は世界中で高く売れます。でこの日本製品にはね、 メイドインジャパンだけじゃなくて、日本のメーカー、例えばダイソーとかが中国なんかで海外で作った製品も含みます。で、アマゾン室で売ればもう本当にシンプルに稼げますで。このようにね、100円で仕入れたものを1000円で売ると、ねで。これがなんと可能なわけですね。ですから、簡単な算数の問題ができれば稼げると。ただし、 独学ではこのような理想的な結果にはなりません。ね、売れ残りリスク、経費倒れリスク、返品リスク、アカウント削除リスクなんかがあります。まあ、これらのリスクをね、初心者が自力で回避,回避するのは難しいです。まあ、例えばとしたね、えー、雪の時に東京の人がね、どれだけ悲惨な、間抜けなことをするかというのをね、載せてありますけど、まあね、もう初雪の、えー、ニュースは 下火になっちゃって、ね、ここはは解説は省略しますちょっとの雪で本当にね、東京とか雪に慣れてない人は雪の人から見たらアホちゃうかというようなね、行動をしてひどい目に遭います。で、まあ、本題の輸出ビジネスで稼ぐごとにね、雪の話とかなんだかんだか何の関係があるのか。これはサポートする私がね、転売歴28年と、ね、ヤフオクで 趣味で物を売ってるとか、あるいはね、投資で買ったマンションを売るとか、そういうのでね、もう28年転売してどんだけ売ってるんだって感じなんですけど、えー、家内の金額と家内の件数、いろんなものを売ってます。そして、ネットショップ作りとか、まあ輸入、あるいは独自ショップで、えー、国内のものを国内で売って儲けるとか、いうのでね、サポート、えー、もう7年間してます。アマゾン輸出だけでもサポート、 えー、5年してます。ですんでね、トラブルになりにくい商品、トラブルになりやすい商品ってのもわかります。また、万一トラブルになっても正しい対応策がわかります。そして、転売アカデミーでは、初心者らも稼げるように Amazon 出サポートを提供しています。で、オーストラリア Amazon で月30万稼ぐ、ね、7つのステップ。まず、ペオニア、またはワールドファーストのアカウントを開設します。 これは売り上げを受け取るためのサービスですね。次にオーストラリアアマゾンのアカウントを開設すると。アカウントを作る。そしてまずはダイソー商品を買います。内緒100円ですからね。で、次に FBA 納品設定をすると。これね、FBA っていうのが非常に素晴らしい仕組みで、えー、梱包、それから発送、そして、えー、売った後の まあ返品とかね、トラブルに対する対応をすべて Amazon がやってくれる仕組み、それを FBA と言います。そのため、私たちがやることは、まあ、ただ、これ商品売ったら儲かるんじゃないのかなという商品を探すだけ、であとは全部 Amazon がやってくれます。そして、FBA 納品設定をしたら、Amazon オーストラリアで売れた商品を補充して再配布すると。 送ればもうあとは Amazon がやってくれますんでそこで売れて儲かった商品をさらに仕入れて補充するそれだけで、えー、儲けることが可能ですそして Amazon を押さで売れた商品の類似商品も f b 販売するとね、えー、何か一つの商品が売れたらそれに似た商品も当然売れる可能性が高い何か一つの商品が儲かるならそれに似た商品も儲かる可能性が高いということでね、えー、芋づる式に儲かる商品を増やしていきます そしてこの作業を繰り返せばね、えー、商品を再販売する。そしてまた見つけるというのを繰り返せば、えー、利益が30万超えるところまでいけると。で、今、まあ、ただね、Amazon オーストラリア FBI 販売始まってません。いつ始まるか、ね。明日始まるかもしれませんし、3月の頭すぐに始まるかもしれませんし、もしかしたらもうちょっと、ね、始まるのが遅れるかもしれないと。 まあその間何をするのかということなんですけど、まあアマゾンオーストラリア、または eBay オーストラリアでね、1件3000円以上の利益が取れる商品を見つけて販売すると。あるいはアメリカアマゾンでこの7つのステップでオーストラリアアマゾンじゃなくてアメリカアマゾンで、えー、儲かる商品を売ると。あるいはね、本業で生態院やってますとかレストランやってますとか、まあなんかね、えー お店をやってる場合には、そこのお店にね、え、YouTube を使った集客で、お客さんを呼び込むと。そして利益を増やすというのをね、え、オーストラリアアマゾンが始まる前に、え、時間あるんであればやるということも可能です。まあ、これはね、私が今動画を見ていただいて、え、お申し込みいただくように動画で集客してますんでね、え、このサポートを動画で売るというよりも、地域性のある、え、生態院、あるいはレストラン、あるいは何らかのね、え、サービスを、え、 利用する人を探す方が、まあ、あらかに簡単なんでね。まあ、それで、え、集客して、設けることも可能です。で、これらの、セブンステップ、あるいはね、この ABC を、次の通りサポートします。まずは、チャットワークサポート。回数無制限。これ、チャットワークっていうのを使ってね、えー、まあ、LINE とか FACE o o k の、あの、メッセンジャー、あるいはチャットみたいなもんですね。 えー、これどうですかこうしてください。これどうですかしてくださいっていうのをね、もう本当にキャッチボールのようにやり取りして、えー、サポートします。それからスカイプサポート。まあ、これはね、何を扱えばいいかの整理とか、あるいはスケジュール作りとかモチベーションとかの、えー、サポートのために、まあ、スカイプで月2回予約して1回45分のサポートを利用可能です。 またこれはね、えー、チャットワークとかスカイプ使いませんという方はね、メールとか電話でもサポート可能です。で、サポート内容にジャンルの制限はありません。で、このオーストラリアアマゾンね、全、え、部、ー、稼ぐのための最初の投資費用はいくらか。これは75万円です。コンサルティング費用が55万円です。入会金22万円と半年間のサポート。33万円の合計です。 で7ヶ月目以降はね、月額3万円でサポートを継続していただくことが可能です。で仕入れ金額が20万円ほどあれば十分です。だこの75万円ってのはね、えー、半年間のサポートと入会金が55万円、それから仕入れ費用が20万円、合計75万円です。つまり、あなたが負うべきリスクは、ボーナス1回分の費用と、リターンは一生ものの自分で稼ぐ力です。 節約してね、ボーナスを毎年貯金して3000万円貯めても、ちょっとしたアクシデントではなくなると。一方身につけたスキルはアクシデントの時こそ使えます。そして、一見安全な貯蓄は実はハイリスクローリターン。そして自分自身のスキルを高めるというのは、ローリスクハイリターン。最も効率の良い投資なのです。で私のサポートはね、地に足のついた副業サポートと。 私のサポートは現実的なので女性に人気です。これ女性がね、結構ね、女性の方入会者が多いんでね、えーまあ、なんでかなというのをね、考えたりいろいろ調べたりしたんですけど、どうやらこれが原因だろうというのがね、わかりました。これね、テレビで男の子の将来の夢というのをやってたんですけど、1位が15年ぶりに学者博士。男の子の夢1位学者博士。2位野球選手。 3位、サッカー選手。で、女の子の夢。1位、食べ物屋さん。2位、看護師さん。3位、保育園、幼稚園の先生と。ね。これね、なぜ男は無茶な目標を立てるのか。まあ、ひょっとして男ってバカなんじゃなかろうかというのをね、えー、娘が一緒にこのね、男の子の夢の発表のテレビを見てたんで言ってました。これどういうことかというと、例えば、男の子の夢っていうのは、 なろうと思ったって何万人に一人しかできるもんじゃないと。ねえー、学者とか博士、ねえー。そんなに簡単になれるもんじゃないと。野球選手、サッカー選手、優うに及ばずですね、えー。本気で目指してなれるのは、一郎とかね、えー、そういうもともと才能があって努力を努力とも思わず楽しんでできる人たちだけなんで、まあ、そうじゃなくてね、まあ、普通以下の才能、あるいはね、 ちょっとできるぐらいの人が波の努力をしたんだと、なれるわけがないというのをなぜか目指してしまう。一方、歌の子の有名な方、食べ物屋さん、看護師さん、保育園、幼稚園先生、どれもこれもね、なろうと思ってきちんと計画立てれば、もうほぼほぼなれると。この違いですね。一方、まあ、このネットでね、稼ぎましょうとか、ね、副業しましょう、企業しましょうって言った時もね、男を引きつける魅力のある文句は、 秒速で億を稼ぐとかね、孫さんや柳井さんのように稼ぎたいとか、日本を元気にするとか、どう考えたってね、えー、まともな、ね、えー、小学生の夢レベルを大人になってもいい、いい年越えたおっさんやね、えー、大学終わって働き始めたやつが言ってるというのがね、男の世界。一方、女性の場合はね、パートより全然効率良さそうだなとか、あるいはね、今の仕事がきついから、 収入は別に倍になんなくていいと。なんならちょっと減ったって節約すら済むことだと。ただね、えー、輸出ビジネスの方がそれはあの、効率良さそうだし、あるいはね、えー、ずっと続けられそうだし、あるいは体の負担が少ないとか、そういうので覚えたい。あるいはね、日本とオーストラリアの物価の差額を考えるとチャンスだと思うというような形で、やっぱ女性の方はね、どう考えても現実的な目標を立てて、現実的なサポートを求めてると。 いうのが多いんで成功しやすいっていうのが言えます。海外の物価が日本より高いという現実に気づいていないのも圧倒的に男が多いですね。えー、オーストラリアのね、ランチ価格とかね、えー、家賃とか言うと、えー、日本より全然高いですねと。驚いたように言うんですけどね。日本が物価が安いという現実に気づいてない人が、えー、多いのはやっぱり圧倒的に男ですね。 もとへ、まあやれば稼げる現実的な金額をできるだけストレスなく稼ぐ方法を教えます。まあ必要な分のお金を稼できるだけストレスなく稼ぐことが目標です。雪崩のようにお金が入ってきて、世界や日本を変える力を手に入れるとか、そういうことは全くしません。目指しません。お金が増えすぎて余計な心配,心配が増えるということもありません。まあ、少年よ、大志を抱くなと。 少年を大志追いだけじゃないのって感じなんですけど、まあなんかね、えー、少年を大志を抱けって素敵な言葉のように言われてますけど、あれを言ったクラークさんどうなったか。帰国後ね、帰国後ねえー、大学の改革を企画するが失敗と、ね。その後鉱山会社を設立したが会社は破産。その後破産をめぐる裁判に訴えられて悩まされたとで。晩年は心臓病にかかって寝たきりの 寝たり起きたりの生活となり、失礼のうちに59歳でこの世を去ったと。ね、大志を抱いたばっかりに、ねえー、非常に苦労して悩まされて、廃、え、寺、ー、にしたと、ね。目標が大きければ、目標に応じた犠牲が必要になると。大志を抱いたおかげで人生を棒に振る人は多い、ね。ボーイズビーアンビシャスといったクラークさんも、大志を抱いたおかげで、えー、人生を棒に振ったと言っていいでしょうね。 で現実なく無理なく稼ぐにはアマゾン輸出がおすすめです。アマゾンがオーストラリアにやってきます。日本に住んでるあなたにオーストラリアアマゾンで本業より稼ぐチャンスがやってきました。でここをクリックしてね、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。